アルファ1、アンチトリプシンは、セルピンスーパーファミリーに属する、タンパク質であり、プロテアーゼインヒビターである。人では、セルピナ1遺伝子によって行動される。古い文献においては、セラムトリプシンインヒビターとも呼ばれており、こうした名称は、初期の研究において、トリプシンインヒビターとしての能力が顕著な特徴であったためである。実際には、 トリプシンだけでなく様々なプロテアーゼを阻害するため、α1、プロテアーゼインヒビター、α1、アンチプロテアーゼなどと呼ばれることもある。酵素阻害剤として、炎症細胞の酵素、特に好中級エラスターゼから組織を保護する。血中の参考基準値は 0.92.3gL であるが、急性炎症に伴って濃度は何倍にも上昇する。 血中の A1AT の量が不十分、または機能的血管のある A1AT が存在している場合、高中級エラスターゼはエラスチンを過剰に分解し、その結果、肺の弾性が低下して、成人では慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器が圧迫症が引き起こされる。正常な A1AT は肝臓で酸性されて体循環に加わるが、 血管のある A1AT は肝臓に蓄積し、成人と小児の双方で肝硬変の原因となる。炎症細胞から放出される高中級エラスターゼへの結合に加えて A1AT は細胞表面に極在するエラスターゼにも結合する。この場合エラスターゼは酵素としては作用せず、その代わりに細胞が移動するようシグナルを伝達する。A1AT は肝臓に加えて 骨髄のリンパ球と、探球、小腸のパネート細胞でも産生される。A1AT は内在性のプロテアーゼインヒビターで、あるが、医薬品としても利用される。医薬品としては、人の血液から生成されており、α1、プロテアナーゼインヒビターの一般名と、様々な商標名で販売されている。組み換え型の A1AT も利用可能であるが、 現在では主に医学研究で利用されている。A1AT は 52K だのセルピンである。医学分野においては最も顕著なセルピンであると考えられており、α1、アンチトリプシンとプロテアーゼインヒビターという語はしばしば互換的に用いられる。大部分のセルピンは酵素と共有結合的に結合することで不活性化を行う。こうした酵素は 局所的に比較的低濃度で放出され、A1AT などのタンパク質によって迅速に除去される。急性期の反応では、活性化された高中級とその酵素エラスターゼによる結合組織繊維エラスチンの分解に伴う組織障害を限定的なものにするため、さらなる濃度上昇が必要である。すべてのセルピンと同様 A1AT は、 ベータシートとアルファヘリックスからなる特徴的な二次構造を持っている。この領域の変異によって肝臓で多量体化して蓄積する非機能的なタンパク質となる。アルファ1アンチトリプシンの構造をこのタンパク質が関与する疾患としては常染色体とも優勢遺伝する疾患であるアルファ1アンチトリプシン欠乏症がある。A1AT の欠乏のため阻害が起こらず、 慢性的な組織破壊が引き起こされる。その結果特に肺組織の損傷が引き起こされ、最終的には特徴的な肺機種の症状が引き起こされる。喫煙は A1AT がエラスターゼに結合する際の必須残機であるメチオニン358番の酸化を引き起こすことが示されており、喫煙による肺機種の主な基準の一つであると考えられている。 A1AT は肝臓で発現しており、タンパク質を高度している。遺伝子の特定の変異は、タンパク質のミスフォールディングと分泌の異常を引き起こし、肝硬変の原因となる。極めて稀な形態として、パイピッツバーグと呼ばれるものがあり、M358R 変異によって、A1AT はアンチトロンビンとして機能するようになる。この変異を持つ人物が、 出血性素因のために死亡したという報告がある。関節リウマチの患者は、活液中のカルバミル化された A1AT に対する自己抗体を賛成していることが発見されている。このことは、A1AT が、肺以外でも抗炎症作用、または組織保護作用を果たしている、可能性を示唆している。これらの抗体はより重篤な疾患過程と関係しており、 さらに疾患の発症の何年も前から観察されているため、関節痛の患者での関節リウマチの発症の予測因子となる可能性がある。そのため、カルバミルカ A1AT は関節リウマチのバイオマーカーとしての研究が行われている。このタンパク質はインビトロでトリプシンと共有結合的に結合し、不可逆的に不活性化するため、 アンチトリプシンと命名されていた。トリプシンは、ペプチダーゼの一種で、十二指腸などで活性を持つ消化酵素である。α1 は、タンパク質電気営動時における、タンパク質の挙動を表している。血中のタンパク質要素は、電気営動によっていくつかのクラスターへ分離され、それらは、陽極側からアルブミン、α1 グロブリン、α2 グロブリン、β グロブリン、 ガンマグロブリンと呼ばれる。アルファ1アンチトリプシンはアルファ1グロブリンの主要なタンパク質である。アルファ1アンチトリプシンをードするセルピナ1遺伝子は14番、染色体の長腕に位置している。アルファ1アンチトリプシンは様々な,な集団で100以上の多型が記載されている。北欧、西欧で最も高頻度で見られる変異は Z 変異と呼ばれている。 成熟型の A1AT は394、アミノ酸からなる一本鎖の糖タンパク質で多くのクリコフォームが存在する。3つの N 結合型グリコシルカ部位には、主にいわゆる二分岐型の N グリカンが結合している。しかし、アスパラギン107番残機には3分岐、さらには4分岐型の N グリカンが結合しており、かなりの不均質性が見られる。 これらのグリカン中に存在する負に帯電したシアル酸の量が異なるため、正常な A1AT を東電点電気営動で分析した際には、不均質性が観察される。また、不コシル化された酸分岐型 N グリカンにはいわゆるシアリルルイステンエピトープを構成する不コースが存在しており、それによってこのタンパク質に特定のタンパク質、細胞間認識性質が付与される。 システイン256番残機は、ジスルフィド結合によって有利システインを結合していることが知られている。α1 ア,アンチトリプシン濃縮製剤は、血液ドナーの結晶から調整される。アメリカ食品医薬品局は、人結晶由来の α1 ア,アンチトリプシン製剤の使用を承認している。これらの製品は、A1AT 補充療法で用いられ、 患者一人当たりのコストは毎年10万ドルに上る。週1回6 0ログラムの容量で常駐による投与が行われる。高容量の投与は、付加的な利益をもたらさないが、休暇などによる毎週投与の中断を見越して行われることがある。ディスプリーザは2015年8月に EU で医療目的の利用が承認された。維持療法に対して処方され、 重度の α1、アンチトリプシン欠乏症を抱える成人で、肺気種の進行を遅らせるために用いられる。患者は最適な薬理学的、非薬理学的治療科に置かれており、α1、アンチトリプシン欠乏症の治療経験のある、医療従事者の評価による、進行性肺疾患の証拠の低下の予測、歩行能力の障害、憎悪の回数の増加が存在する必要がある。 最も一般的な副作用としては、めまい、頭痛、呼吸困難、吐き気がある。治療中には、アレルギー反応が観察されることがあり、その一部は重篤である。オクシルサントローレルは1965年に、疾患の原因となる A1AT のアレルが存在する可能性を初めて示した。ありがとうございます。